世界は泉の奇跡の力によって繁栄してきた。もともとここは作物の一つも実らないほど荒れ果てていたらしい。歴代の王が三種の神器で泉の力を操り、世界中の祠に恵みを行き渡らせることで人が暮らせるようになったと言われている。だが前の王が亡くなった時、泉と祠は なぜか急激に力を失ったんだ。そして新たな王が戴冠の儀を行う間もなく、泉も大地も枯れ果ててしまった。もはや打つ手はない。諦めかけた俺たちにおばうえは古い言い伝えを教えてくれた。泉が力を失い世が滅びに向かいし時、異界の英雄降り立った。 英雄、祠に己が力を与え、泉を再び蘇らせ。英雄を導きし、戴冠の儀を経て王となり、世に大いなる繁栄をもたらさ。泉に残された最後の力を使って、あなたたちはこの世界に呼ばれた。まあ実際に儀式をしたのはいとこの玉木だけどな。 異界の英雄はこの世界に対して多大な影響力を持っている。だからその力を祠と大地に分け与えてほしいんだ。泉と祠の間で水脈を通じて正しく力が循環するようになれば、泉もよみがえるはず。それがおばうえの見立てだ。ずうずうしい頼みなのは百も承知だ。だが どうか世界を救うのに手を貸してほしい。そして俺と一緒に戦ってくれ。やれやれ。ああ。えっ？ああ。
Yeah. さん、頼む。英雄さんの役に立てるとは光栄だ。まずは俺の言う通りにやってみてくれ。 戦うなら容赦をしない。決めてやる。行くぞ。よし。 次はこれでどうだ？ さすがは英雄さんだな。さて、最後は俺が相手だ。
할까? 英雄さんはすごい。これからもよろしく頼むな。 邪妖は私が素敵な舞台の幕開けね。 儀式をやりたいが、指揮たちが邪魔だな。急いで撃退しよう。 なんか綺麗なところだね。滅びかけてるとは思えないな。いや、この地は英雄の思念で変化したんだ。誰かの元の世界がこんな景色なんだろう。英雄はこの世界に大きな影響力を持つ。 荒廃した大地を変えてしまうほどに。そこをのけ。精鋭分隊の名にかけてお前を止めてみせる。 目的は何だ。まさか王位を目指しているのか。
だがそのためにいや、玉木と戦わねばならない。あいつはそんな奴じゃなかったはずだ。うまくいってるわ。強いんだね。俺は確かだ。 尋常に勝負。式殿にはあなた方を奏でよう。どうかお引きください。さらに激しく、その理由とやらも説明せず、よく言う。立ち塞がるなら倒すまでだ。あなたは本当に家族と戦ってまで王になりたいの？そうじゃなきゃ 死んだ父上の悲しみ、王になるのは父上にできる唯一の孝行なんだ。うまくいってるわ。わあ、さすが。うまくいったぞ。我が闘志まだ燃え尽きてはいない。あっけないものね。よし、 この勢いで式を倒すぞ。刹那兄様に心を奪われるわけにはいきません。何としても止めましょう。玉木か。よし、厄介なことになったな。あの男を倒せばいいんだな。私が行こう。なんて勢いだ。式より先に彼女を倒そう。 いざ、この超知竜と勝負してもらおう。超知竜参る。玉木、俺と戦ってまで王になりたいとはな。あいつがそのつもりなら容赦はしない。君にはしない。 兄と慕う君と戦えば玉木が傷つく。聞いてくれ。さあ、共に奏でよう。それはできない。本来王になるべきなのは俺だ。まだまだ上の手を譲るべきなのは玉木の方だ。なかなかの腕前ね。なかなかの腕前ね。クライマックスね。これでなかなかの腕前ね。ここまでだ。これでよし。私は負けない。 なかなかの腕前ね。やるね。この世界は私が守る。なかなかの腕前ね。この雪辱、こずれを破滅をぶつける。破滅の調べ、いかがだったかしら。 お前たちの好きにはさせない。無双のようなこの世界でならそう名乗っても良さそうだ。<笑>
うまくいったぞ。押されてる。このままでは。私が。このままではまずい。どなたが援軍を。本戦から始まりだ。うちのお兄様、どうして。決めちゃえ。私たちが戦わねばならないのです。俺は行け。お前の父に奪われた王位を取り戻す。お前を王位にさせない。この世界は私が守る。嫌いなくて私は負けない。なかなか一枚ね。いかがだったかしら。さすがお兄さんやるね。この世界考え直してください。考え直すのはお前だ、たまき。俺は王位になる。必ずだ。薄い役目は消えてもらおう。押されている。このままでは。レクイエムを奏でよう。さらに激しく。フィナーレだ。うまくいってるわ。おう、いいぞ。お前が王を目指すとは面白いこともあるものだ。だがそうはさせない。いいこと見せちゃうよ。任せて。何を考えている。お前が玉木につくものだとバカ。私には私の考えがある。だがそれはお前や玉木を王にすることではない。全部を話すつもりはないってことか。レクイエムを奏でよう。さらに激しく。フィナーレだ。秘密主義とはお前らしいな。よし、これで儀式ができるな。みんなありがとう。ありがとな。そうだね。いいかしら。え？そうよ。そうだ。おお。それで？ええ。そうだ。
英雄様。ええ。どうなさいますか？またのお越しを。邪妖は私が滅ぼす。いや、ええ、そうね。どうなさいますか？ああ。
頼む。アーナスさん。おお。頼む。わかった。ああ。あの、なんだって。はい。さて、よし。あの、おお、よし。あの、さて、おお、わ、ああ、あの、あの、さて、ありがとうございます。噂の英雄さんはこの辺りにいるはずだ。化け物を倒しつつ会いに行こう。邪妖まで来てるとはね。まさかお前たちも英雄じゃないよな。決めてやる。狩りの時間だ。無駄死はしない。